皆さんこんにちは。川崎市の入江崎水処理センターにある広報施設ワクワクアクアへやってきました。本日はこの施設の見学に行ってみたいと思います。最新技術の広報施設って聞いてるけど、どんなのかな。それでは早速行ってみよう。おさあ、こちらが施設の入り口です。本日こちらの施設を紹介してくださる成本さんです。こんにちは、入江崎未就センター技術担当の成本です。本日はよろしくお願いします。それでは早速案内をしていきますので、こちらへどうぞ。こちらは大型の LED パネルを設置してまして、ウェルカムボードとしてお客様が来たとこをおもてなしをさせていただいているんですよ。ここでよく記念撮影とかしていただいたりしています。施設の入り口のウェルカムボードは小学生用、海外用、他都市用など来場者に合わせたメッセージでお客様をお迎えしています。次の見学場所はこちら、ガイダンスルームです。こちらでは川崎市の下水道を紹介する映像を皆さんに見ていただきます。ですのでこちらへどうぞ。あー、カッピーだ、かわいい。こちらは川崎市の下水道のマスコットキャラクターのカッピーです。今日は皆さんと一緒に施設見学を回っていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ皆さんそちらにおかけください。私たちが生活や社会活動の中で使う汚れてしまう水は、ガイダンスルームでは下水処理の工程、川崎市の特徴などについて迫力ある音と映像のコンテンツを用いて紹介しています。4階ではワクワクアクアの中で最新技術を使って下水道の広報をさせていただく場所になっております。こちらのタブレットを首にかけていただけますか。ここでは最新の AR 技術を使い、下水道の役割と仕組みについて多角的にテーマを設けて紹介しています。ちなみに AR とは拡張現実と呼ばれるもので、タブレット端末などに搭載されたカメラが認識した現実の映像に情報を付加して表示する技術です。そしてあちらに向けてタブレットをかざしてください。あ、すごい、見えますか。あ、すごい。こちらは、水は旅人というところを紹介するコーナーです。森林へ降り注ぐ雨は河川へと流れ、海にたどり着き蒸発して雲となり、再び雨として自然界を循環しています。私たちはこの循環する水の一部を自然の恵みとして利用し、その恩恵を受けながら生活しているんですね。次は、こちらの案内したいので、皆さんこちらに来ていただけますか。こちらは川崎市の、全体の、航空写真になります。タブレットをかざしてみてください。タブレットをかざすと、川崎市内全域に広がる上下水道の施設が表示され、川崎市内の水循環がイメージできます。浄水場があるんですね。では続いてこちらへどうぞ。かざしてみてください。こちらは下水処理の仕組みを紹介するコーナーになっています。入江崎水処理センターの高度処理施設における一連の処理過程のイラストにタブレットをかざすと、処理を模式化したアニメーションが出てきます。また処理現場の360度映像も見ることができます。白いこのカッピーのところに、立ってください。はい、はいはい、じゃあ今度はこちら
らの、丸の方にタブレットを向けてください。大きい。中に人の絵が。ここでは大雨の時に一時的に雨水をためる貯留管の内部を見ることができます。ゆっくりどうぞ。下水道は水をきれいにするほかにも水害から町を守る役割を担っています。通路部では雨水貯留管内の360度の映像が見られ、内部を歩いているような疑似体験ができます。こちらの構内どうぞ。続いて環境対策と下水道のコーナーです。壁のマークにタブレットをかざすと、下水道事業における環境対策についての情報をタブレットで見ることができます。入江崎水処理センターで処理した水は、お隣にある臨港バスの洗車用としても再利用されています。また、太陽光パネルも設置し、環境に配慮した施設となっています。ここでは、川崎市の下水道事業の歩みが掲載されています。川崎市の下水道工事は、昭和6年に初めて着手されました。下水道普及前の多摩川は洗剤の泡だらけでしたが、今では鮎が戻ってくるほどきれいになりました。最後にそちらの世界の水環境の改善に向けてというコーナーを、こちらのタブレットをかざしてみてください。ここでは壁面のマークにタブレットを向けると、世界の水事情などを写真やグラフで見ることができます。安全な飲料水を継続的に利用できる人々の割合、基礎的な衛生施設を継続的に利用できる人々の割合は、日本はほぼ 100% のに対し、オセアニアは半分にも届いていません。では次のコーナーに移りますね。こちらへどうぞ。タブレットをこちらに置いていただければと思います。活用した広報事例として川崎市のワクワクアカを紹介しました。皆さんいかがでしたか？皆さんぜひ川崎市にもいらっしゃってください。バイバイ。